ちは強いが宇野は弱い。何が起こるかわからない。宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイ。宇野とパンチの今日は相模原 IT 協同組合でジャーナー。人の足音を聞く、そこから足音っていう名前を付けたというところで、そのベースとなる、勉強会研究テーマから技術を身につけ、それが、製品化というところまで至ったというところで、まあ、足音というのがバッチリ出来上がると、そこからまたいろんなロボットがまた増えてきてる気がしますね。そうですね、じゃあまずはこの足音を、はい、世にどんどん、はい、相模原から出していただいて、はい、そして足尾の弟や妹たちをどんどんこう発信していって、この相模原 IT 協同組合、今後こういうふうな組合にしていきたいとかいう、はい、理事長の思いとか、はい、ちょっとお話しいただければと思います。はい、地元に密着していくっていうところは、うん、ちょっと軸としてぶれ、ないようにしたいかなと思ってます。はい、で、まあ、いろんな部分で情報システムってなんかやっぱり面倒くさかったり分かりにくかったりすると思うので、まあ、そういうものに関して何でも相談をしてもらえて、それに対する解決策を提案できるような組合でみたいかなというふうに思ってます。あとはやっぱり組合同士がね、仲良くやるっていうところをどうバランス取っていくかなんですけど、まあそこは変化にも耐え、IT って結構こう変化するのが早いんで、その技術の変化には耐えつつ、人間関係は長くっていう感じの組合にでいたいなと思ってますね。我々も応援してますので、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。宇野とパンチと杉本で。いや、お疲れ様でございました。いや、いろいろ勉強になったな。いや、なりましたね。もうあれだな、時代は人間とロボットが共存していく時代にもうなっていくんだな。そうですね、うん、もう昔子供の頃映画で見た世界は本当に現実に、ね、なっていくんじゃないかなっていう感じがしますよね。やっぱり病院だとかさ、はい、ああいうところにはやっぱり、うん、一番にロボットたち行ってほしいな。ああ、そうですよね、うん、やっぱりそれが大変なところが多いですからね。うん、さあ、じゃあ理事長に頑張ってもらって。はい、頑張ってもらってね。楽しみだな。はい、楽しみですよね。うん、うん、未来は明るいねって感じですね。うん、うん。今日はこれにてゲームセット、放送席、放送席。いや声は宇野山本、そしてこのパンツさんのために12万5千人の視聴者の皆さん、ありがとうございました。また次回もお楽しみに。おー、カビテーパーすごい見てたよ。危ないよ、危ないよ。出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、宇野とパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。